人間ラボです。花粉症でひどい目に遭ってますが、皆さん大丈夫ですか？まず皆さん、今日ご紹介するのはプラントハンターっていう職業なんですね。プラントハンターっていうのは、もともと17世紀とか19世紀にヨーロッパとかの王様の命令でいろんなとこ回って、あの植物が欲しい、中国のハンカチの木が欲しいとか、あるわけわからんオーストラリアの植物が欲しい、果ては日本にあるなんかわけわからん植物を取ってこいといったような形で、大体その時の貴族や王様の命令で世界中を旅して植物を取ってくるというわけです。イギリス王立の旧植物園とか、ああいうやつっていうのは大体略奪のある話で世界中の植物を取ってくるわけです。で、現在のプラントハンターっていうのは、そういう王様はもちろんそんなあれじゃないんで、今は大体世界中、例えば僕の好きなサボテンなんかだと、いろんなところ原産地、アメリカとかメキシコとか南米を旅して植物の種を取ってきて、それを植物園に卸したり、あるいは業者に卸して、それのお金で生きていくということになります。その中でも一風変わっているのが、今回ご紹介するプラントハンターだったというか、2007年に亡くなられているラウンさんなんですけども、ということで特別にプラントハンターアルフレッド・ラウの伝説についてご紹介したいと思います。まずアルフレッド・ラウさんは数多くの植物を発見されておられますけども、実は植物の専門家ではございません。植物の専門家ではなくて、プロテスタントの神学博士ということで、全く二十歳違いだったということになります。すごい植物を見分ける目があったんでしょうね。で、この人のすごいところは、プラントハンターですから自分の私利私欲っていうわけじゃないけど、いろんな自分が発見したい植物を発見したい、この植物を見つけたいとかっていろんな思いもあったと思うんですけど、死のすごいところっていうのは、メキシコのベラクルス近くにラウホームっていうのを作りまして、恵まれない子供とかインディアの方に教育を受けさせる家っていうか、そういう学校というのを作りまして、運営資金は自分が見つけたサボテンの種とかね、そういうのを販売して、あるいは講演収入、日本にも3回ほどおいでになってると思うんですけど、それを講演収入を当てて、この運営資金に当てておられました。ですから僕がもうサボテンを始めた時に、時々ラウナンバーっていうのが、フィードナンバーでラウ0515とかね、いろんな名前の番号があって、それはおそらく市が採取してきた植物の種を全世界に販売していたということになります。教育方針はインディオの子どもたちに教育をして、大学まで最終的に上げて地域のリーダーになってくれればいいなみたいなものだったとされています。で、市の名声を高めたのは、新属新種タクトスベルスというもの、もう非常に今までない形の多肉植物だったわけなんですが、今数多くの交配親になってますから、よく似た交配種の園芸品種は一時出回ったんですけど、最近あまり見ないですね。これが発見されたということと、サボテンティランジア、エアプランツですね、虫取りスミネ、食虫植物、岩タバコの仲間、ツユクサの仲間にまでラウイっていう名前がついてます。これは市が発見された中で、もうサボテンだけでも結構あると思うんですけど、8個ぐらいあるのかな。そのラウイってついてるのはどういう意味かというと、学名的に言うと、ラウさんに捧げるという学名です。ですからラウイって学名がついてる植物っていうのは、ラウさんのことを思いながらちょっと作ってみたい植物ってことになります。ですから今回エケベリアラウイで栽培してみたい、見つけたら栽培してほしいと思うんですけども、栽培は次回の動画でご紹介したいと思います。